さあ、シカゴ、今ですね、朝7時ぐらいですね。これから9時台の飛行機でボストンに行くんですけども、いやー、シカゴ朝からね、ちょっとあいにくの雨。シカゴの街からまあ1時間ぐらいなんでね、電車に乗られていくんで大丈夫なんですけど、でまさかなー、シカゴ朝これ雨で、これね、東海岸ってやっぱり寒さとかね、雨とかやっぱ気候の変化が激しいですね。まあ普段 LA にいるんで、こういう寒さとか雨にはだいぶ不慣れではあったんですけど、やっぱり東海岸に来ると気候の変動にかなり左右されるのを感じます。またこれね、アメリカあるあるよ。およ、アメリカこう基本ね、水はけ悪いよね。水はけ悪い、もうこの辺だったら雨とかよう降るのに水はけ悪いよね。まあ5分ぐらいあるともうすでに靴はちょっと湿ってきてます。まあ、遠征においてね、濡れるのが一番きついですね。よし、着いた。よし、よし、まあ、ここまで来ればあとは電車で1本、この辺は都会の便利さですね。さあ、それではシカゴよりボストン行ってみたいと思います。3時間とかかな、まあ、時差がね1時間ぐらいあるんで。さあ、ボストンに着きました。いや、ちょっとね、空港なんとなくねちょっと古い感じしますけれども、さあここからね、ボールパークまで電車かバスでね行ってみましょう。さあ、こちらボストンの街に到着いたしました。いやー、ボストンね、結構ね、こう今ダウンタウンの近くなんですけど、個性的な建築物が多いですかね。そこなんか吹き抜けみたいになってるしね、タウスなんとかとかいう駅だけども、ちょっとこれパリっぽいですね、ガラス仕立ての。そしてこのまたね、目の前にもどうやって立ってんのこれっていうビルがね、ここは立ってます。ちょっとボストン面白いですね。この街をねこう探索するだけでも、とりあえず、ね、今からホステル予約してあるんで、シカゴもそうでしたし、ボストンもそうでしょうけど、駅の周辺にチャリンコがあるんでね、このレンタルチャリンコでね街を探索するっていうのもすごいいいかなっていう。でチャリンコにももう早速ほら、マサチューセッツって書いてある。マサチューセッツの発音ちょっと確かめます。マサチューセッツ、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 マサチューセッツ。だいたいね、ホテルまではいつもこうやってググって歩きながら見てね行ったりするんで、まあほぼこれで間違いないですよね。だいたいこれで行きます。最短ルートも最安値も調べられるし、やっぱそれすごいですよね最近ね。まあとにかくボストンとかね、まあ、シカゴもそうですけども、まあ、都会はね移動が楽っす。やっぱり交通機関が、あ、間違ってるやん、これグーグル間違ってるやん。常に細かく見ていかないとちょっとね、こうたまに狂うんで。こんなボストンの街でね学生時代を送るっていうのも結構夢ですよね。まあ、なんつってもやっぱここマサチューセッツ工科大学とかね、バークレーとか世界でも有数のね大学が集まってるんで、ボストンなんかで学生生活を送るとどんな人間になるんだろうなと思いますよ。まあここ部屋6人で泊まるんですけど、こういうふうに2段ベッドになってて、まあ、ホステルですね。こんな感じになってます。駅もこれ、まあ、この辺からね、このままレッドソックスの球場まで行きます。さあ今ね、こちら
レッドソックスの球場があるケンモアという駅に降り着きました。なんと駅降りてすぐツルトンタンある。ツルトンタン、さあこのね先にはレッドソックスが球場がね目の前ということで、いやもう早速出てきたボストンレッドソックス。もう球場のね響きといいますか球場の音楽が常に聞こえてきてる。今もう試合開始大体2時間半ぐらい前なんですけど、もう球場の目の前ちょっとお祭りみたいになってる。これ来たよフェンウェイパーク。球場の周りかなりね賑わってますね。これがやっぱり全米最古のね球場となるこのレッドソックス、平日でもこれだけ人がいっぱいいるんでめちゃくちゃ盛り上がってますね。すごいです。 I've seen you on TikTok. Thank you. Game 25. さあエンゼルスファンもね結構います。いやこちらねレッドソックスの球場周りなんですけども、これすごいですよ。見てください、この木、ドドンドン、これすごいですね。この木、この木なんと1912年レッドソックスのこの球場が建てられた時にこの木も一緒にですね植えられたということで、創設、球場の創設と全く同じ年この木がですね球場、そして周りのレッドソックスファンを見つめてるという、まさにねこのパワーの源がここにしっかりと。ってことはあれですね、これベーブ・ルースもこれベーブ・ルースもあれした木だな。ベーブ・ルースもなんか知ってる気ですね、これね。野球の神様が住んでるかもしれないです、この木には、精霊として。